マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくついつい完食してしまうんですというご相談を受けます。で、これがね、太る原因って分かっているんだけれども、なかなかやめられないっていうことありませんか？私もありましたから、そのお気持ちよく分かります。そこでこの動画をご覧いただきますと、完食におすすめの食べ物がわかるんです。もしあなたがついつい完食をしてしまうので太ってどうしようとお困りであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、完食におすすめの蜂蜜ダイエット法について詳しくお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、完食の注意点について、2つ目、蜂蜜のダイエット効果、具体的な正しい摂り方についてお伝えしていきます。では1つ目の項目、間食の注意点についてなんですけれども、ポイントは2つあります。1つ目、血糖値の急上昇が起こるから太るです。これはどういうことかというと、間食するときってその食事と食事の間なわけですよね。そういったそのやっと消化吸収できた頃にまた物を食べるとなると、いきなりここで例えば甘いお菓子とか脂っこい揚げ物とか、そういった腸内環境が乱れてしまうような、血糖値がぐっとね急上昇するようなものを食べてしまうと、その急上昇したことで結局脂肪を溜め込んでしまうからになるんですよね。そしてまたそういった時に腸内環境がね乱れてしまうような食べ物を入れてしまうと、腸にすごく負担をかけてしまって、結果代謝が落ちてどんどん太ってしまうという、そのね悲しい負のスパイラルへとね、あなたがどんどん引きずり込まれてしまうから、ちょっと食べただけでもやっぱり太ってしまうということになりかねないんです。そして2つ目のポイントはこちらです。デブホルモンです。で、これは何かと言いますと、口に運ぶ回数がですね増えれば増えるほど、そのたんびにデブホルモンと言われるインスリンが必ず出てしまうからなんですよね。なのでそんなに間食の量は食べていないのにもかかわらず太ってきたというのはですね、そのあなたの食べる量よりもその口に運んだ回数が多ければ多いほど、その都度このデブホルモンがですねわざわざ出てしまうっていう、こういうね事態になってしまいますから、いかにその間食の回数を減らしていくかっていうのもねポイントになってくるんです。では2つ目の項目です。蜂蜜のダイエット効果を使った蜂蜜ダイエット法についてお伝えしていきます。まず私がおすすめしたいのはこちらです。特殊製法で純粋蜂蜜を固形化した蜂蜜 100% のキャンディ、蜂蜜だけで作りましたというこのキャンディがすごくおすすめなんですね。後ほど具体的な食べ方についてお伝えしていきたいと思います。で、この蜂蜜がなぜ間食におすすめなのかと言いますと、まず蜂蜜っていうのは実はね脂肪を燃やしてくれる効果が高い食べ物になります。また先ほどお伝えした腸内環境を整えてくれる、逆に良いことをしてくれるオリゴ糖やグルコン酸が豊富に入ってますから、腸内環境ね整えてくれます、イコール代謝を上げてくれますということにつながる食べ物になります。で、またポリフェノールも入ってますから、ここもまた脂肪燃焼効果を上げることにも役立ちますし、なんといっても栄養が取れます。やはりダイエット成功させるためにはですね、栄養不足だともうどんなに頑張ってもね痩せることができないんですね。なぜかというと栄養不足になっている方っていうのは痩せるホルモンの材料がないので、どんどん太ってしまうということになるんです。その時にこういった蜂蜜を摂ることで、あなたのその栄養バランスも取りやすくなりますし、何よりも脂肪燃焼効果があるのがこの蜂蜜になるんです。そして先ほどお伝えしましたその血糖値の急上昇をいかに抑えて脂肪を溜め込みにくくすることができるのかっていう時にも、この蜂蜜が大活躍してくれるんですね。蜂蜜のいい点は急激な血糖値の急上昇がねないんですよね。緩やかに上がって、しかも一旦上がったその血糖値をずっとね
安定させてくれる効果がありますから、イコールもうすぐにお腹が空くということがね、やっぱり防げる食べ物になるんですね。そこで私が皆様のその間食におすすめなのが、この蜂蜜をキャンディになります。普通のそのトローンとした蜂蜜をね、ティースプーン1杯ぐらい舐めるっていうのももちろん OK なんですけれども、いかがですか、すぐに食べ終わっちゃいますよね。そうするとこう物足りないって思いませんか。ただそれがこのキャンディになったことで、結構な時間ですね、お口の中でずっとゆっくり溶けますから、満足感も出ますし、その間やっぱり急激な血糖値の急上昇も抑えやすく、まあ、ますますなるということで、このキャンディ選んでみました。またこういったキャンディがね、食べれないという方はお白湯、まあ、コップ1杯の白湯にティースプーン1杯ぐらいの蜂蜜を溶かして、まあ、間食の代わりにですね、ドリンクとしても召し上がっていただいてもいいんですけれども、やはり総合的に考えて、いつまでもね、やはりこういった甘いものがお口の中にあってゆっくり溶け出すっていうのも、次の食欲を抑えるきっかけにもなりますし、緩やかに血糖値を上昇させて、その後安定させるっていう意味でも、このキャンディーすごくおすすめなので、ぜひ完食したいな、ちょっとつまみたいなっていう時は、蜂蜜だけでできたこのキャンディー試してみてください。でこちら裏ですね、こちら千塾総本舗さんとお読みしていいんでしょうか。千塾ですね、千塾キャンディーランドって書いてますけど、こちらですね、原材料名が蜂蜜のみでできてまして、やっぱり蜂蜜のですね、糖分っていうのは主に果糖とブドウ糖なので、消化吸収されやすくって、すぐにそのエネルギー転換、まあ、脳がですね、すぐにね、満足してくれるんですよね。そうするとまた次に糖分欲しい、太るもの食べろってね、あなたに命令しなくなりますから、そういった点でも蜂蜜ってすごい食べ物だと思いませんか。では一つ開けてみたいと思います。私こちらのね、蜂蜜 100% のキャンディーすごく重宝してまして、あのね、本当になんであの蜂蜜がこんな硬くなるのっていうぐらい、あの硬いんですよ。そしてね、大きさもそんなに大きくなくって、可愛いね、お花形のこれぐらいの大きさなんです。で本当に味はもちろん蜂蜜なので、もう、ああ蜂蜜ねってね、すぐお分かりになるぐらいすごくね、美味しいです。ただここで間食についての注意点、この蜂蜜ダイエットの注意点なんですけども、もちろんね、これだけダイエット効果の高い蜂蜜なんですが、カロリーオーバーだと逆効果なので、食べ過ぎには注意してください。でまたこのキャンディーだけをね、間食に入れるっていうよりは、プラス温かい飲み物と一緒に召し上がっていただくと、すごくね、満足感もアップしますし、あ、やっぱり何か食べたいっていうそのね、衝動も抑えることができやすいので、ぜひおすすめはノンカフェインのハーブティーです。脂肪燃焼したい方におすすめなのは、ホットの無農薬のルイボスティーとかね、ハーブティーとか、そういったものを召し上がっていただくと、すごく効果がアップしますし、食べ過ぎにもなりませんので、ぜひこういった蜂蜜のキャンディープラス温かいね、さゆとかルイボスティーとか、そういったものを一緒に召し上がってみてください。さあ、いかがだったでしょうか。今回のポイントは、間食するなら急に甘いものや油っぽいものではなくって、こうした急激な血糖値を抑えてくれる蜂蜜の力を借りて、満足度を上げて食べ過ぎないように取り組んでいくってことでしたね。今すぐ簡単に取り組めるのではないでしょうか。ぜひお役立ていただけたらとっても嬉しいです。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。